베이비 버스. 하이, 거꺼 더럽고 시대네. 아, 저또 맞대. 오까자 이마 이끄카라. 엄마, 아까짱은 와타시가 미테아게르. 뭐를 아소비스르? 아, 나카나이데. 뮤뮤, 아까짱 오나카가 쓰이てるんじゃない? 아, 이칸가이가ある. 하이, 마마 타베마쇼네. 앙. 하이, 조즈. 뭐 히토쿠치. 앙. 뭐 이타즈라꾸네. 아, 지분데 타베르테? 이와 타베테고라. すごい! 自分で上手に食べれるね! あ? お姉ちゃんにもくれるの? あ なったのね。 こんにちは、おばちゃん。遊びに来たよ。こんにちは、キキ。ちょうどよかったわ。おばちゃんが具合が悪くて病院に行かなきゃいけないんだけど、うちののを見ててもらえるかしら。僕が赤ちゃんのお世話したことないけど、僕にできるかな。心配しないで、キキならできるわ。おばちゃん行ってくるわね。あ、ちょっと待って。そんな、おばちゃん行っちゃった。あ、どうしたの? うわ、なんか匂うぞ。おむつをちょっと見てみよう。ああ、うんちした。待ってて、お兄ちゃんがすぐに取り替えてあげる。お尻もきれいにしようね。ゴミ箱にポイ。パパッと取り替えて、パパパッと。兄ちゃん、ありがとう。 最初から難しかったけど、なんとかできた。兄ちゃん、マンマ。あ、はいはい、マンマ。美味しいマンマだよ。よだれかけしてあげる。うーん、何をあげようかな。あ、このレモンをあげよう。
レモン食べたい？あーん。みっちゃん、酸っぱい。あ、ごめん。今度は麺を食べさせよう。麺、好き。よく食べてるぞ。もう一口。もっと、もっと。お口の周りがベタベタだ。そう？お口の周りがバッチリぞ。僕が拭いてあげる。はあ、美味しかった。兄ちゃん、遊ぼう。いいよ。何のおもちゃで遊ぼうかな。この太鼓で遊ぼう。太鼓の叩き方を教えてあげる。ののもやってみる？うん。はい、どうぞ。パッパッパ、パッパッパ。え、できてる。面白い。なんでこんなに上手なんだ？天才赤ちゃん？違うの、違うの。じゃあ今度はお着替えごっこする？のの、何着てみる？この赤い帽子はどう？ギターもあるよ。あ、いいよ。さあ、どうぞ。ギターも上手で、歌もすごく上手。本当に1歳？ギターは初めて。面白い。ノノ、君本当にすごいよ。じゃあもうおねんねしよう。楽しかった。でも寒い。布団かけようね。兄ちゃん、お歌かけて。よし、お歌聞きながらねんねしようね。うわ、兄ちゃん、これベートーベン交響曲第1番だよね。知らないよ。ベートーベン交響曲第1番って何？ののってもしかして音楽の天才じゃない？キキ、ノノ、いい子にしてた？あ、ママだ、ママ。おばちゃん、お帰りなさい。ノノ、お兄ちゃんと遊んで楽しかった？楽しかった。よく見てくれたわね、キキ。ありがとう。はい、ところでおばちゃん。ん？ノノは歌手になったらいいよ。どういうこと？ノノって太鼓も上手だし、ギターも上手に弾けるよ。歌も上手なんだ。歌手のオーディションに出てみたらどうかな？寝なさい。ママ、私もっと遊びたい。いい子はもう寝る時間よ。でも私まだ全然眠くないの。それじゃあママが絵本読んであげるわ。わいわい。私ママに絵本読んでもらうの大好き。早く早く。ママ、今日はどんなお話？お月様とお星様のお話よ。ママ、外にもお月様とお星様。そうね。三日月夜空にぽっかり、そろそろ眠の時間だよ。 Go!
っともっと遊ぼうね。星がお空にキラキラ、うとうと眠の時間だよ。いい子は早くねんねしよう。明日また遊ぼうね。おやすみ。星と三日月お空に、すやすや夢の国へ。いい子は早くねんねしよう。明日また遊ぼうね。ひひ、みんな眠ったよ。いい子はねんね。明日また遊ぼうね。
初めての病院。ほら。パパ、ボール。お？キキ、庭でボール遊びしようか。うんうん。キキ。キキ、早く行こうよ。アクション。お？ああ。さあ、お花拭いたぞ。なんか熱っぽいぞ。あくしょ、あくしょ。まあ、熱があるわ。どうしましょう。どうしましょう。さあ。すごい熱。落ち着いて。とにかく病院に連れて行こう。お医者さんのところへ行こうね。まずはマスクして。パパ、ミュウミュウのことはお願いね。任せといて。行くわよ。こんにちは。あ、こんにちは。あら、いらっしゃい。ちびっこ患者さん、お体見てみましょう。痛くないよ、大丈夫、怖がらないで。ドゥドゥドゥ。喉が腫れてるね。水をたくさん飲もうね。ちびっこ患者さん、どこが悪いかな。聴診器でポンポンポン、心臓の音はドクンドクンドクン。吸って吐いて、ふっふん。ちびっこ患者、わあ、よく頑張ったね。お薬をちゃんと飲めばすぐ良くなるよ。うんうん。キキ、さっき先生が何を使って診察したかわかる？みんな思い出してみて。お医者さんが何を使って診察したかな？一緒に探してみよう。これは消毒スプレー。これは使わなかったよ。そう、これは体温計。お医者さんがこれでキキの体温を測ったね。次は舌圧紙を探してみよう。これはペンだよ。舌圧紙じゃない。もう一回探して。あった、これが舌圧紙。お医者さんがキキのお口の中を見たね。聴診器を探して。それはイヤホン、聴診器じゃない。うわあ、すごいね。これは聴診器。お医者さんがこれでキキの心臓と呼吸の音を聞いたね。お願いします。あ、はい。
お家に帰ってお薬飲めばすぐ治るわ。うんうん。ママ、僕お薬ちゃんと飲むよ。キキの初めての病院、よくできました。髪の毛直近しよう。わあ、僕の車に乗りたい人。乗る乗る。お、何その前髪。よし、パパが切ってやろう。じゃじゃーん。うわー、かっこいい。お、うん、パパと一緒に髪型を変えてみるかい。あ、うんうん。あ、いらっしゃいませ。あ、ようこそ美容院へ。わー、いらっしゃい美容院へ。僕美容師、どんな髪型にしますか？シャンプーをしましょう。泡を立ててポンポンポン。じゃじゃ流して。髪切る準備出来上がり。髪の毛を切りましょう。くしとハサミが必要。くしでとかそうすすす。ちょっきんちょっきん切るよ。髪を乾かしましょう。ドライヤーの登場。風が出るよブワワン。かっこいい髪型できた。じゃあ次はパパの番だ。キキ、かっこいい髪型を選んでくれるかい？いいよ。あ、これがいい。おお、うんうん。手伝ってくれるかい？いいよ。ありがとう。美容師さんはどんな道具で髪を切るのかな？一緒に選んでみよう。ハサミだよ。チョキチョキ。髪を切るよ。カラーリング剤だよ。髪の毛の色を変える薬だよ。ドライヤー。濡れた髪を乾かしたり、素敵な髪型を作ったりするよ。はい。うん。いいね。キキが選んでくれた髪型気に入ったぞ。キキの初めての美容院大成功。イエイ。それ。
ダメ、今日はもう食べたろ。二人だけの秘密だね。誰にも内緒だよ。一番大好きおじいちゃん、とっても大事な友達、一緒に遊ぶ耳は大事な宝物。わあ、イエーイ。おや、一番大好きおばあちゃん、何でも話せる友達、二人だけの秘密だよ。誰にも内緒だよ。一番大好きおばあちゃん、とっても大事な友達、一緒に遊ぶの大好き。耳は大事な宝物。大大好き耳と君、とっても大事な友達、ピカピカ笑顔が可愛いね、何より大事な宝物。大好き。よし、かけた。ありがとう。こっちを見ておじいちゃん、はいチーズ。こっちを見ておばあちゃん、はいチーズ。大好きなおじいちゃん、大好きなおばあちゃん、みんな仲良し幸せ家族。大好きな家族、家族大好きな家族。
特別な二人、いつもそばにいて。大好きなママと素敵な一日、素敵な一日、お外へ行きましょう、とっても楽しみ。Ha ha ha!